グローバルイノベーションコンサルティングの岩永でございます。いつもは YouTube をですねご覧いただきありがとうございます。本日はミャンマー進出のきっかけ、経験で今後の参考ということで、気軽にですねお話を聞いていただければというふうに思います。内容はですね3つに分かれておりまして、なぜですねミャンマーに行くことになったかというのを簡単にお話をしたいと思います。それからミャンマーだけじゃなくていろんな国も検討してますので、そういった意味で経験もお話したいと、最後にミャンマーに限らずいろんな国に海外進出するときにどんなことが必要なのかとで言った話をしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。私はですね現時点64歳ですということで、主にご参考になるのは現時点で45歳から50歳ぐらいの方じゃないかなというふうに思います。というのは初めてミャンマーに行ったのは2006年なんですけども、そもそも2005年に転職をしまして、ご存知の方多いと思いますが、IBM で最後の仕事はパソコン事業の販売をする部門にいたんですね。で営業部長やっておりまして、全国に部下がいて、それで、その頃であれば IBM の PC を販売するといった職務があったわけです。それを、する仕事を3年半ぐらい最後してたんですけども、2004年に IBM がパソコン事業をレノボに売却するということになりまして、結果的に2005年の8月末に IBM を辞めまして、名古屋のある、1500名ぐらいの企業に入ったわけです。その企業に入らなければですねミャンマーと出会うこともなかったので、その企業に対しては感謝をしているということになります。2005年の9月に入りまして、本にも書いてあるんですけども、基本的にはですねチャイナ、ベイジンに会社がございまして80名ぐらいの会社なんですけども、 IT のオフィシャル開発をするということで社員がいたわけです。で私の役割は副当事長で、業績を立て直すというのは大きな目的だったんですけども、北京に行ってですね、いろんなことをしまして、2年間ぐらいで黒字に持っていったわけです。ですからこういったビジネスに入るのは、2005年ですから今が17年前なんですね。と私は47歳なわけです。ですから今現在主に大きな企業にいらっしゃって海外展開を考えている方にはですねある程度の参考になると思います。2006年ぐらいにはチャイナの物価もですね人件費も上がってきてまして、なかなかオフィシャル開発は厳しいだろうというようなことが分かってきたわけです。大連や上海や違う地域も行っていろんな展開も考えたんですけども、やはり全国で見てもですね中国全国で見てもなかなか厳しいというのはありました。あと一つ中国に行ってびっくりしたのは、それまでの経験でですね IBM 自社しか知らなかったので、例えばIBM の流儀で仕事をしてますし、日本人っていうのをある程度誇りを持って仕事をしてたんですね。それが中国に来ましてなんか違うなと、ほとんど IBM は関係ありませんし、それから中国の方も優秀な人もいればそうじゃない人もいると、会社のブランドで仕事をする場合もあるし、そうじゃない場合もあると、それから日本人だけにこだわるよりも優秀な方と仕事をした方がいいんじゃないかなというふうに割と考えが変わったんですね。でそういう時に中国が人件が上がってきたので、ベトナムに行ったりタイに行ったりシンガポール等々で東南アジアを回り始めましたと。で、ベトナムにしようかなと思ったんね。会社の意図もベトナムだと、とはいってもベトナムはすでにその頃富士通さんも NEC も等々いろんな会社がもう進出してまして、2006年7年当初ですとちょっと遅い、ね、タイミング的には。で、とある機会で、話すと2時間ぐらいかかってしまいますんで、ミャンマーに機会がありましたと。2006年の秋ぐらいですけども、当然厳しい状況で今と同じような軍事政権で、ネットワークもない、ね、ところがあったんですけども、結果的に、ミャンマーを選びましたと。理由は何個かあるんですけども、一番大きかったのはですね
その、まあ、企業でも、まあ、日本の会社がありませんから、そういった意味で先行者利益を取れるだろうと。でその頃住んでる日本人は250名ぐらいです。で、1998年から2008年ぐらいまで会社を作るのが難しくてですね、許認可が必要だったのね、 IT も。ということで先駆者として会社を作ってしまえば、それは、非常に利益を上げるだろうと読みがあったのが事実です。もちろんその頃の会社は全員大反対でですね、ベトナムがいいんじゃないかとあったんですけども、結果的にいろんな、まあ、提案をしてそれは認められたと。で結果で作るのに1年半かかりました。ミャンマー人のですね、特性、いろんなところでお話をしてますけども、日本人と結構同じ で自己主張をしないってことなんですね。全世界いろんな民主がいますけども、例えばここに全世界120カ国の人がいて、何かご意見はっていう時に、まあ、基本的にはアメリカ人とかチャイニーズね、シンガポリアン、いろんな方が私は私はって意見を言うわけです。インド人も含めて。で日本人とミャンマー人はそこで一言も発しないと。誰が何かを言うかとずっと聞いているわけです。そこがすごく似ているなと私は思いました。あと、まあ日本語を覚えやすいとかいろんな特徴あるんですけども、まあ先行者利益得られるっていうような理由もあってですね、ミャンマーに進出したということが事実です。まあ進出してからタイに会社を作ったり、上海に会社を作ったり、また2011年の4月に独立しますので、その際いろいろ考えてフィリピンに進出したり、シンガポール、ね、アメリカ、今現在はミャンマーとアメリカに絞ってますけども、まあ、経緯はそんな風になります。で、途中ですね、2014年から16年3年間ジェトロの専門家、海外支店の専門家もやりましたということで、いろんな国を回らせていただいて、まあ、ベンチマークをしたんですけども、その状況はですね、ちょっとここにございます。左側に中国からシンガポールまで書いてあります。で、今まで行ってない国はこの中でスリランカだけです、調査をしてないのは。で、軸的にはですね、左から日本人との相性親和性から国のポテンシャル、3番目は IT として何をやるべきか。IT としてはですね、アウトソーシングですね、安い人件費の国を使うか、もしくは2番目日本へ派遣で持ってくるか、3番目その国に商材サービスを販売するかというような大きな観点3つございます。でこれはですね、さほどどの IT 会社や事業会社は変わらないと思います。で重要なポイントは3つあってですね、1つは自分の会社のですね、業態を考えてビジネスをすることです。業態を考えないとですね、どの国が合っているかってわからないですね。例えば自分のところの商材サービスを海外に売りたいんだと、ここと東南アジア、インド、チャイナに向けてはですね、一番多分合っているのはタイランドとかマレーシアとかシンガポールなんですね。でそういうところはタイとかマレーシアとシンガポールを攻めた方がいいと。で逆にネットワークでいろんなビジネスをしたいというと、マレーシアが良かったりとかバングラデシュ、まあ、男性がいるような国の方がいいわけですね。ですからそれは自分の業態と離れたところのビジネスを選ぶんではなくて、なるべく近いような国を選んでいくということが重要です。で2つ目重要なのは関連しますが、当然ですね、いい国悪い国とありません。どの国でもいい点もありますし悪い点もあると、それをよく理解すると。地政学的なリスクはですねある、逆にその地政学的なリスクがチャンスを生むわけですね、まあ、それを考えなきゃ、逆張りもあるわけですから、それは考え方一つで構ってくるということです。例えばですね、ミャンマー今状況的には厳しい状況です。まあ、なぜかというと全世界一緒ですけど、コロナが起きた後に特筆すべきはクーデターが起きてしまったと。で今一番ですね、厳しいのはどこかというと、500社ぐらいの日系企業が出てまして、40社ぐらいが IT 企業なんですね。で500社の日系企業のうち、飲食料品とか、まあ、小売とかですね、もしくはレストランホテルっていうのも壊滅的な状況です。コロナの前は1万人ぐらい日本人はいましたけど、今1000人を切ってます。まあ、そういった商売はマルチもできないわけです。これはもうリスクがもう多すぎて商売にならないと。2つ目はですね、大手ビール会社のようにグローバル企業です。全世界から制裁を受けてますから、まあ、そういったところは維持運営が難しいと
ということになります。そういうことはですね、チャイナから当然シンガポールまでいろんないい点悪い点があるわけです。それを考えなきゃいけないと。3つ目、多分お考えじゃない方も多いと思いますけど、上場をしたいと、グロース市場で上場したいと時は十分ですね、その進出の仕方を考える必要があると、ね、100% 資本なのかそうじゃないのか、結構ですね、上場審査の時に響いてくるというようなことがあると思います。まあ、ちょっと特別なケースですけども、まあ5年10年後、上場をしたいという方はですね、資本政策を含めて十分ご理解の上やる必要があると。ちなみに我々のミャンマーのビジネスモデルは向こう側で日本語学校や IT スクールを持ってます。機能として我々は呼び込む IT 企業と敵対するわけではなくてですね、できれば我々の日本学校の資源や IT スクールの資源を使っていただければなというふうなビジネスモデルを持っているわけです。まあ、ということで、ミャンマーの、きっかけ、等々お話しさせていただきましたけども、ぜひですね、今現在45歳から50歳の方というのはいろんな意思決定をする力を持っているわけですね。で、その力をですね、うまく使っていただいて、別にそのミャンマーでもなくてもいいわけで、マレーシアでもいいですし、バングラデシュでもいいですし、いろんな機会を作っていただいて、海外の人とですね、一緒に仕事をしていただきたいと思います。今日はですね、私がミャンマーに行くきっかけのお話と、それからミャンマーを含めていろんな国への経験を簡単にお話しさせていただいて、最後は各国のリストをもとにちょっとお話をさせていただいたということです。ぜひチャレンジしていろんな国に行っていただいて、いろんな国の方々と情報共有をして、まあ、日本人と変わらないですね、福利厚生給与水準をご提示していただければというふうに思います。ありがとうございました。